い、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の第二次導関数とグラフ丸二をお送りします。で、今回一問のみなんですが、この曲線こいつのね、外形を書く問題やっていきますので、ぜひね、ここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分がこの問題解いていきますので聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まずこの問題、まずじゃないか、この問題ね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、本当はですね、さっき板書量のちょっとチェックをしてて、ね、2番を書いた、ほんなら2番あったんですけど、で、やったんですが、どうしても入んなかったのと、あんまりにもぐちゃぐちゃするので、今回1問で、2番でやりたかった問題が次回1問ってなってしまうんですが、申し訳ない。でもそれぐらいね、大事なとこなんで、まあ押さえていきましょう。で、ちなみにグラフの外形、まあ、を書く問題っていうのは、まあ、受験でピンポイントで出されるってよりも、どちらかというとテスト対策のイメージの方が近いです。外形書く問題に関しては。ただ、外形を頭の中でイメージすることによって、そのね、使える力とか、そのグラフを書く上で使う知識っていうのは非常に重要なことが多いので、まあ、苦手な方はぜひね、押さえておいてください。では、まずね、微分をしていきましょう。ということで、Y プライム。X 微分すると1。で、こいつはね、もう X 分の1は、暗算で覚えちゃってください。マイナス x2 乗分の1です。一応やっておくと、もともと、こいつが x マイナス1乗です。この分数がね、書くと。で、肩の数字が出てくるんで、マイナスが出てきます。肩の数字、次数が1個落ちるんで、マイナス2乗になったから、x2 乗分の1。こうなります。で、増減表書く上で、y' じゃねえや、y' イコール0が必要になりますんで、こう、で、まあ、これ、通分して考えてもいいんですけど、結局、こいつね、x2 乗分の1が1になれば、1マイナス1で、0になるので、じゃこれ解くとどうなるかっていうと、つまりこうだからね。だから、x イコールプラスマイナス1とこうなります。じゃあもう一個微分しましょう。ダブルプライムやっていくと、1は微分すると0消えてしまいます。で、こいつを微分すると肩のマイナス2乗のマイナス2が出てきて2になる。マイナスとくっついてね。で、1個マイナス3乗に変わるから x3 乗分の2となります。ただこれダブルプライムイコール0解いてもね、まあ、分母が0っていう状況になっちゃうんで、まあちょっとここは書かずにいきましょう。では、増減表、いきます。で、上から、x、y プライム、ダブルプライムの、y と。で、今回は、マイナス1とプラス1で、まあ、これ今かなったんですけど、0が必要になるので、点点点、マイナス1、0の1。で、こうですね。で、まあ、ここのダブルプライムじゃないや。プライムの方が、プラマイ1の時に0ってなってて、で、ここもまあ、分母が0になっちゃうんで、まあ、バツにしておきましょうか。ここね、バツにしておいて、で、プラスマイナス、ダブルプライムが簡単先行っちゃうか。ここは x3 乗しか関係ないので、3乗っていうのは x がプラスなら3、プラスだし、マイナスだったらマイナスなんで、プラスの値を入れれば全部プラスですよね、ダブルプライム。マイナスの値を入れれば全部マイナスになるから、まあ、ここはシンプルにわかりやすい。で、こっちは、例えばめちゃくちゃでかい数、100とかを入れると、この、x2 乗分の1っていうのは、どんどん数がでかくなった時、まあ、マイナスの方もそうですけど、0に収束します。まあ、0になってしまうので、1しか残んないんですよね。つまり、プラス。で、ここもそうです。マイナスに大きくしても、こいつは0になってしまうから、1しか残んないんで、プラス。で、例えば、この間の数、2分の1、3分の1、100分の1、1000分の1、何でもいいですけど、を考えたときに、入れると、まあ、1000分の1だったら、ま、2乗するとすごいでかい分数になる。で、それを逆数でひっくり返すんで、後で。これね。だから、めちゃくちゃマイナスがでかくなります、こいつ。つまり、マイナスがでかくなるから、こう。で、マイナスを入れても、ここの2乗した時点で、ここと変わらないから。だから、これもマイナスで、こうなります。で、y プライムとダブルプライムのプラスマイナスが揃いました。復習ですけど、ダブルプライムは、プラスのところは下に凸です。こういう感じ。下に凸。マイナスのところは上に凸になります。グラフの外形がね。で、例えば、ここは上に凸で、しかも増加です。プライムが、プラスだから。だから、上に凸のプラスなんで、こうなります。ここ、上に凸なんだけど、減少なんで、こうなります。逆です。
下に凸で減少だから、まあ、つながりを考えるとね、わかりやすいですけど。で、こっちは、増加してるけど、下に凸なんで、こうなる。で、あと、値入れてしまいましょう。x が1の時、入れると、1プラス1分の1なんで、ここは2と。で、マイナス1入れると、マイナス1足す、あと、マイナス1、マイナス1分の1か。だから、マイナス2となって、まあ、これはシンプルですね。で、増減表できました。じゃあ、グラフ書こうぜっていきたいんですけど、なかなかそう、シンプルに終わらせてくれなくって、何が必要かっていうと、前近線ですね。こいつが必須です。外形を書くときには。で、実は今、この問題に関してはスルーをしてるんですけど、本当は定義域を最初に考えます。ただ、この曲線、y イコール x プラス x 分の1に関しては、定義域別に考えなくていいので最初にね、特に意識はしないんですが、例えば、ルート。ルートの中身正ですよね。あと、ログとかが出てきたときは定義域を先に考えます。サイン、コサインとかの三角関数は、だいたい0から 2π までとか、0から 4π までっていう問題に指定されてるんでね。まあ、そこはまあ書いてあるからいいでしょっていう感じ。で、戻りましょう。前近線です。で、前近線はですね、まず、まあ、順番どっちでもいいんですけど、まあ、リミットを使いますと。でね、x を、まあ、まず分かりやすいのは、プラス無限大、まあ、マイナス無限大もやりますけど、x を無限大に飛ばします。で、飛ばすんで、で、y を飛ばすんですけど、その時に、y をちょっといじって、0に収束するように飛ばしたいんです。こいつを飛ばして0に収束させたいんですけど、このまま飛ばしても、こいつが邪魔するんですよね。だから0に収束できない。で、考え方としては、x 分の1、こいつだけ残せば、これ、こうなればさ、0に収束するじゃないですか。プラス無限大、マイナス無限大も同じ。飛ばせば。邪魔だなと。邪魔だから、y から x 引いちゃうんです、こうやって。y から x 引いたもの、なくなったものなら、プラス無限大飛ばせば、0ですよね。で、同じように、リミットの x マイナス無限大飛ばして、同じね、y マイナス x。やっておけば、これも0に収束すると。x をプラスに飛ばして、マイナスに飛ばして、無限大にね、飛ばした時に0に収束するって分かったら、何が分かるかっていうと、ここに書いた y-x イコール0。こいつが前近線なんです。で、これ移行すれば、y イコール x が前近線ってことがわかります。一応定期テストとかだと、これ多分途中式結構書かされることもあるので、一応書いておきますね。前近線。これは x を無限大に飛ばした方ね。で、もう一個です。まあ、無限大は無限大なんですけど、今度 y の方です。で、y を無限大に飛ばすんではなくて、x をどうこうして y を無限大に飛ばせないかなって考えます。飛ばせないかなって。例えば、この問題はすごいシンプルなんですけど、x をシンプルにプラス方向から、マイナス方向も後でやります。プラス方向から0に近づける。y をね。そうすると、これプラス無限大になります。なぜかっていうと、0に近づけると、まあ、これは0って考えちゃいますけど、ここの部分が0、つまり0にはならないからね。限りなく小さい数字。まあ、100万分の1、1000万分の1ってなっていけば、さっきと同じです。ひっくり返るんで、これプラス無限大に飛んでいく。こいつがね。だからこうなる。で、同じように、マイナス方向から0に近づけます、y を。そうすると、今度はマイナス無限になります。まあ、同じこっちは0になっちゃうんですけど、ここが同じ発想で、ただマイナスから近づいてるからマイナスなんで、無限大もマイナスになるっていう感じね。で、これが揃ったことによって、したらいいか。よって、y 軸が前近線っていうことがわかります。y 軸は前近線です。で、これはグラフ書いた時にちょっと説明します。いいかな？では、ここまで揃えば、あとはグラフ書いて終了でございます。で、実はですね、この x プラス x プラス、x 分の1っていうのは、まあ、個人的には定期テストではすっごいよく見る問題だと思っているので、まあ、グラフ自体、きっちり覚えなくてもいいんですけど、まあ、こんなグラフだったよねっていうのは覚えておくといいです。外見の中では非常に有名、この問題は。
で、こうなってて、まあ原点ですね。で、さっきも言ったように、y イコール x、ここか。が、全近線って分かってるから、y イコール x 書いておきましょう。これ全近線、y イコール x ですね。で、マイナス1の時、マイナス2って分かってるので、x がマイナス1の時に、マイナス2。マイナス1の時にマイナス2。で、同じように1の時に2なんで、1の時に2と。まあ、ここ通ります。で、あとは、上って下ってなんですね。だから、全近線がない状態でもし書いてしまったら、多分適当にこう書きますよね。こんな感じ。こう書いちゃう。で、×を食らうんです。なぜかっていうと、y イコール x と y 軸は全近線なんで、限りなく近づくけど、交わっちゃいけないわけですよ。全近線だから。だから、登って下っていきます。その時に、限りなく近づけるから、登ってきてからの下るけど、Y 軸にはくっつかないわけです。こうやって。こうなる。で、同じこっち。下ってきて登っていくので、軸にはくっつきません。切片持たないと。で、ここで、変わって、まあ、こんな感じです。グラフとしてはこれで完成。もし、問題によっては、グラフを書いた時に、Y 軸。もしくは X 軸とぶつかるところがあります。切片を持つときがある。で、Y 切片と X 切片は変えた方がいいです。計算して座標を入れた方がいい。まあ、先生によっては多分 X 切片なくてもいいよっていう先生もいるらしいんですが、まあ、指示がなければ両方変えた方が安全かなと思います。もし不安だったらテスト前に先生に聞いておきましょう。答えとしてはこれで OK。聞いたな。で、全近線さっきね、何やったかっていうと、まあ、特にこっちか。これ x を、0、プラス方向から0に近づけたっていうのは x イコール0、つまり y 軸に近づけてるんですよ。x0 だからね。プラス方向から、プラスから近づけてきたの。で、プラスから近づけてきたのはどこかっていうと、グラフで言うとこの、近づけてきてるから、この状態、ここです、最後。近づけてきてるから。その時にプラス無限大になりますよねって言ったら、プラス無限大になってるでしょ。ただし無限大になってるから、その値にはならないので、だから全近線になる。こっちも一緒です。マイナス方向から0に近づけるは、マイナスから0に近づけてる。軸に近づけてる。つまり、ここの状態。場所としては、この状態。で、マイナス無限大になってるっていうから、マイナス無限大になっていくでしょ。なってるけど、まあ、Y 軸がここは切片なので、くっつくことはないよっていう。やってることはね。で、一応確認しておくと、ここをね、プラス無限大になった時に、Y-X が0に近づく。つまり、Y-X、Y イコール X ね。書き直すと。y イコール x に限りなく0になったら近づいていくっていうことなので、近づくけどくっつくことはないと。ここ、こういう状態、ここもそうです、こっちもね。だからそれで全近線が分かります。まあ調べ方としては、x を、まあ、無限大とマイナスを無限大した時にこう0になるような、だから何に近づくかなって考えるといいんですけど、それをまずここで作ってしまうと。で、1個持ってきて、で、もう1個は、まあ、y 軸になることが多いんですけどね。まあ、ならない問題ももちろんあるんですが、x を、まあ、プラスから、あと、y が結局ね、プラス無限大とマイナス無限大になるところを探したいので、そうなるために、まあ、x をちょっといじって、1と、x イコール1に0から近づけるとかもありますけど、0からじゃねえや、プラスから近づけるとかもありますけど、まあ、基本的にはこれが基礎にすごくなりますので、ぜひこの問題、まず押さえておいてください。では、今回はね、第二次導関数とグラフ丸2をお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。